こんにちは。朝5時です。早朝から晴れているのは本当に久しぶりです。気温も 18.5 度と過ごしやすいですね。大手まりの木の下のホスタ、つぼみが伸びてきたみたいですね。今日も源平下野を写していますが、背の高さを測っていこうと思います。1メートルちょっとありますね。斑入りの花菖蒲は60センチちょっと、辛い塗装も約1メートルです。アナベルは1メートルを超えています。もっと大きい株もあります。アカンサスモリス、これちょっと伸び悩みですね。70センチくらいです。宿根姫ひまわり、これも1メートルを軽く超えています。西洋のこぎり草、これも大きいですね。1メートル50近くあると思います。宿根ひまわりサンキャッチャーピュアゴールド、75センチくらいです。姫ひまわりブリーディングハーツ、これは37センチですね。ピンクのアナベル、大きくなりました。95センチです。小さいところもありますね。タイタンビカスはしばらく見ないうちにぐんぐん伸びて、そうですね、推定 1.5 メートルくらいまで育っています。花雲がガガンボを捕まえたみたいですね。大きい獲物を捕らえました。その夕すげですが90センチちょっとです。エキナセアパープルレディ、これは背が高いですね。1メートル近くあります。エキナセアサマーサルサ、これは65センチくらいです。ホスタエンプレス、これは80センチくらいですかね。つぼみが伸びてきました。千鳥草は楽々1メートルを超えて、130センチくらいまで大きくなっています。デルフィニウムハイランダーネオンセンセーション、78センチですね。ハタザオキキョウもぐんぐん伸びて、大きいものでは 1.4 メートルくらいあります。アルストロメリアサマースノー、これは70センチちょっとですね。久しぶりに朝から晴れています。日差しが眩しいですね。プミリウムは終わってしまったので首ちょんぱします。アリウムサマードラマ、これは一番背の高いのは2メートル超えてると思いますね。エリンジウムビッグブルー、最初にブルーになったものは随分色が老けてきました。白花下野に蜂が来ています。もう背を測るのはやめました。エゴノキ、気持ちよさそうに風に揺れています。ゲラニウムロザンネ、これ葉っぱの色が本当に綺麗ですね。あ、雑草も生えてます。ブラシの木、これも葉っぱが少しね、元気がないですね。ヤマアジサイ、モモヒメ、そしていつものようにヤマアジサイ、アイヒメ、アイヒメだいぶ藍色が強くなってきたようです。アップで写すとこんな感じになりますね。ブルーベリーの実が色づいてきました。美味しそうなところを取ります。初収穫ですね。今年は魚竜ロゼア、少しピンクになっているの見えるでしょうか。6時半になって青空が綺麗ですが、風が出てきてますね。実は今日朝4時に一度起きたんですが、すごい強風だったので寝直して5時に起きました。丸尾です。お出迎えに来てくれたんですが、ブルーベリーはお気に召さないかと思ったら、うわっ、スリスリしましたね。洗って熟しているのから食べました。今日はこの辺でバイバイにゃー。